どうも、アキです。パワプルアプリやっていきます。今回はこちらの金河新年狙い撃ちガチャを追加で回していきたいと思います。今この清水薫が今回のガチャで最初引けてプラス4まで持ってこれたので、まあここのプラス5をね、狙っていこうっていう感じですね。今 PR1 枚ストックがあるので、まあ R とか PR が出たらそれに食わせていって、上限解放を狙っていくっていう感じでいこうと思います。で、須藤くんも今プラス3、メイルもプラス4という形なので、まあ、この3人がね、プラス5に近づいていくとなれば今回のガチャは引いてもいいんじゃないかなっていうところですね。まあ、新島ちゃんももちろん嬉しいんですけど、新島ちゃんに関してはまだプラス2で解放は進むんですが、新バージョンがま、近いうちなのかどうかはわかんないんですけど、確定で出ることが決まっているので、少し PR は持っておこうかなっていう感じですね。まだ、まあ、ただその PR のプラスが進んでいっても嬉しいので、ここはちょっと引いておきたいと思います。もしかしたらタイトルには先に書いてるかもしれないんですけど、何連引くかはまだ決めてません。紙引きができれば10連で終わりますし、できなければずるずるいきます。ちょっと怖いです。いきましょう。かなり怖いです。ちょっとじゃないですね。はい。まあでも、簡単な話、カオルの SR が出ればいいっていうね、お話ですよ。今回の一番の目的はそこ。そこが終了すればもう問題なし。カオルちゃんの、あれが出てくれれば嬉しい。PR がね、 SR がね、はい。ということで最初ちょっと良くなかったな。もう一度行きましょう。カオルちゃん R しか出なかった。ちょ待って、これ結構泥沼か、結構泥沼か。これ結構大変なことしようとしてるか、もしかして。カオル、カオル R、 あ、これ結構大変なことしようとしてるな。あ、これやり始め、やばい、やり始めてみて思ったけど、結構大変なことしようとしてる。あ、やべえ、これ。これやべえぞ、これ。これやばい。ちょっと待って、笑えてきた。結構やばいことしてる、これ。とりあえず一個壊してみるか。どうだ。来て。うっ、あ、これ、これやばい。闇を見るかもしんない。うわぁ。では、R の大丈夫博士像ってどれくらいある？ 2 個しかないか。 PR は結構ある。もう PR 使うか、最悪。ちょっと待ってください。一回整理します。いや、まあでも須藤くんのねプラスも進んでいくので、須藤かメールね、どっちかプラス5になったらやめようかなと思ってます、カオル。うん、まあ、そこでもう博士像を使うのか、何するのかは考えるんですけど、ちょっといろいろ考えつつですね、引いてはいきたいと思います。いらないものを食わせよう。これはちょっと闇を見そうだな。大きな闇になりそうだな。2016年最初の闇がここでスタートするかもしれない。ちょ、ミキサーもやりつついきましょうか。 PR ミキサーもやりつついきましょう。1,2,3,4,5,OK。 もちろんカオルちゃんとか出るので、ここから。うわ、怖っ、これ。浜崎いきます。いやー、カオルの SR が出れば一番な、簡単な話なんだよ。うわ、出ないな、SR は。うわ、なんかこれ怖いぞ。だってもう30連引いちゃったもん。え、2枚出た。やっぱ演出なんて関係ないな。演出めっちゃ渋かったけど。カオル、カオル、エミリー、うわ、武田、うわ、確率が上がっているとは。確率が上がっているとは。出現率アップとはだよ、ほんと。まあ仕方ない。じゃあ、ちょっと見せ場ですね。はい。エミリーの解放っていう見せ場が来ましたね。おお、しかも解放できた。はい、エミリーも早く修正はよ。しぐれちゃん来たけど、エミリーもはよ。よいしょ。で、武田さんもできるので、武田もやっておきましょう。
武田プラス4。で、しぐれもね、プラス4ぐらい待機なんですよ、今。しぐれの PR も出てましたね。はい、修正が来るので、しぐれ、しぐれ、しぐれ。プラス5にしておきたかったんですよね、ちょうどこれ。しぐれちゃん、いた。これも来たらなかなかいいよ。ああ、来ないか。まあ、ただ PSR の解放が進んだということは、すなわちもうそれで、それだけで嬉しいですね。はい。で、今は、カオルちゃんの R は2枚。待てよ。大丈夫、博士像 R が2枚あるんで、さっき PR に R 食わせたのバカではなかったけれども、ちょっと挑戦的だったな。バカとまでは言わないが、結構挑戦的なことをやってしまったな。やっちまったな。で、まあ普通に新島の PR も嬉しいんですけど、メールの PR とか来てほしいな。確定部分は今まで新島ばっか来てるな。新島。今は嬉しくないんですよ。まあ将来的には嬉しくなってくるんですけど、今はね、新島じゃないんだ。いや、闇を見る、闇を。怖え、闇を見るわ、これ。怖いな。いや、もう簡単だと思って始めちゃった。もうこれ、できる、できるなんていうね。軽い気持ちで始めちゃったや。メール。カオル、カオル、カオル。カオル、カオル。いや、ちょっと待って、これ。いやー、やばい。やばい。さすがにやばい。これちょ、さすがにちょっと心がもうずしずし来てるよ。いやー、そして待って、これ、うわー。ちょっと待ってね、ほんとに。うわ、怖え。すごい怖い。もう決めた。やることは決めた。とりあえず、R で R を食わしていこう。OK。で、もう大丈夫、博士堂使う。全然出ないから。で、今、メールちゃんね、引けたので、メールちゃんまたちょっと解放しましょう。メールちゃん。あと、須藤もプラス1個でね、見えてくるんで、須藤も出てほしいよ。いや、なんか悪くはないんですけどね。はい。なんか悪くはないけれども、すごい怖いガチャになってますね。あととりあえず30連は引けるんで、引きます。はい、引きます。引きます。ガチャ怖え。うわ、また新島か。いや、カオル全然出ないじゃん。ねえ。あ、新島の PR めっちゃ出るんだけど。あー、カオルの R 来た。いや、カオル出ねえ。ということなんで、まあ、新島の PR は本当に全部移動します。はい。新島は全部移動。これは別バージョン待機。R ももう移動だ。お前ら全員移動。OK。これは移動をね、させてしまいましょう。で、こっちから、もう、これは仕方ないですね。R の大丈夫博士2枚使いましょう。で、カオルにカオルを壊せる。ガチャって怖いっすね。ガチャってこんな怖いんだ。今更ながらですけどね。はい。ふぅ、いや、楽しいね。でも楽しい。新年早々、かなりね、スリリングなことができていると思いますよ。行きましょう。で、須藤、須藤。そういえばそう。須藤があと PR1 枚出れば、2段階くればプラス5になるんで、そこも狙いましょう。須藤。お、メール。カオル、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 もう連続で引こう。いやー、こんな引くと思わなかった。こんな引くと思わなかった。マジか。30連ぐらいで終わると思ってた。あ、すぐ来ましたね。と思わなかったな、マジで。こんなに引くとは思わなかった。
いやーこれはやらかしたわこれはやらかしましたね私。あーそっか、一回ちょっと強化しちゃいますね。これはやらかした、すごいやらかしをしてしまった。言葉が出ないよもうこれ。まず薫をどうにかしましょう。もうプラス5作らないと意味ないんで、もうこんなに引いてねプラス5も作れないってなると。そう、薫は限定キャラなので、それもあって、うん、今回ねこれだけ突っ込んでるっていうのはあります。はい、限定キャラだし間違いなく強いので、まあ、今後もね間違いなく使えるキャラであることは間違いないので、もう思いっきり勝負するっていう感じですね。2段階行きたい、そしたら博士像3つで大丈夫だからね。お願い、2段階行きたい、2段階行きたい、2段階行きたい、ガーマージですか。いやでももうここはね使います、僕。はい、カウルはそれくらい強いキャラなので、もうここは思い切って使いますね。メールちゃんとかはいつでも出るんで、まあ気長にね構えることはできるんですよ。はい、もう仕方ない、これは仕方ない。よし、いや喜ぼうじゃないか、今回のガチャでねカオルちゃんがプラス5できたんだから、これは喜ぼうじゃないか、これは喜びましょう。 OK、 素晴らしいよ、ナイスカオルちゃん。はい、ポジティブにいきましょう、ポジティブに。レッツポジティブシンキングですよ。これが何段階通るかによる。あ、だったらもうメイルはそのまま食わせます。プラス4で持っているので、これはいつでも出るっていう安心感もあるので、もうそのまま食わせます。さあ1枚ずついきましょう。あとメイルはそんなには急がない。まあプラス5で持ってればね、機会はあると思うんですけど。わあ、来ないな。ちょっと、カウルほどは急がない。はい。で、あとは、あれですね、須藤が2段階通ればそれもプラス5になるので、マジかー。このパワーストーンあれば全員がプラス5になると思ってたわ。まあ今回何があれだったってあれですね。新島が出まくったっていうのがね、一番だったんですけど。PR の確定枠が新島ばっかだったので、うん、そこで新島のね、解放ばっかり進んだっていうのはあるけれども、解放が進んだというか、新島のストックができたっていうのは、まあ、それはね、将来的にはすごく嬉しくなってくるんで。来い！ 2 段階！もう一丁来い！もう一丁来い！頼む頼む頼む！よし、よかった！須藤はできた！まあ、よしでしょう！須藤と薫っていうね、相当有能な2キャラクターのプラス5ができれば、これはね、もう大万歳ということにしていいですか？そうしないともう私のハートがもうブレイクしそうなので、そういうことにね、させていただきたいなと思います。はい。いやー、ぜひ皆さん、この勇気と感動にグッドボタンよろしくお願いいたします。今後もガチャ頑張っていきます。今年もガチャ頑張ります。ただ、さすがにしばらくもやしを食べます。はい。さすがにここでこんなにとは思ってなかったからな。ぽい解放。評価大成功かい。ホタテ。水木。というわけで今回もご視聴いただきありがとうございました。この動画が良ければぜひともチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。いや、よく突っ込んだよと、よく頑張ったよっていう方はね、ぜひグッドボタンを押していっていただければ嬉しいです。いや、まあ冷静に考えてね、ずっとメジャーガチャは大爆死してきたので、まあこういう結果はね、はい、目に見えていたんだと思います。いや、でもそれくらいね、有能なキャラなんで本当に嬉しかったなっていうところです。金が新年、今年も頑張っていきましょうぜ。アディオス。